どうもこんばんは、中野敦です。それでは今日最後の動画を撮りたいと思います。最後はロト6の結果を今から確認したいと思います。それでは確認します。キャリーオーバーがないから1等の当選者、出てるな。ちょっと確認します。1等が2人で、4億円か。それで2等が5口で1600万円。いやー、羨ましいな。まあ、とりあえず、数字を確認したいと思います。購入してないけど、やっぱり緊張すんな。よし、確認しよう。ボーナスは43。あ、やっぱり43来たな。7。7。ない。15ある。そして、17ない。21。21。ない。32。35。32。32が、35。2つ1。二口目がボーナス合わせて三つ一。惜しい。惜しいな。ボーナス合わせて三つか。15と35とボーナスの43の三つ一。あと一つ、数字一つ違いで5と逃した。数字一つ違いで5等逃してるな。あとないもんな。そして一口目も惜しいよな。6と7の違いと、あと32と33の違いで、これも逃してる。これが一つずつずれてたら4等当選やったんよな。いやー、惜しいな。でも、今年初めてか。ボーナスやけど3つ一致した。だからだんだん近づいてはきてんのかな。今年、まあ当選はでけへんかってんけど、初めてボーナス合わせて3つ一致したから。それまでは今年は2個が最高だったから。惜しいな。もうちょっとで当選やったな。まあ、めげずに、継続して予想したいと思います。それでは今日はこれで終わります。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。